これぐらいだから、クロード機関経験者とこういうね、さ逆に先導したぐらい。ちょ、まさこちゃんそれ見つかってるから、マジ。いや、まさこちゃんそれ、まさこちゃんそれ見つかってるから。いや、マジ見つかってるから、マジそれ。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。ゴースト・オブ・ツシマ、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。クリア後のね、世界を、サブミッションをね、まったりと潰しております。前回からの間に、世界不思議発見っていうとね、番組でね、なんかゴースト・オブ・ツシマ特集やってたらしいんですけど、それだけね、すごい影響力のあるゲームみたいで、まあ非常にね、まあ、僕もね、なんだかんだね、のらりくらりと楽しんでやってますので、今日もやっていきたいと思います。で今日はですね、まさこちゃんっていうこのね、足立家っていうね、一族を、まあ要するにこう、虐殺されてしまった、まあお母さんがいるんですけど、この人がね、もう、まあその、復讐を、ものすごいもう、ぶち切れモードでもう復讐をしたいと、その復讐のお手伝いをしているっていうサブミッションなんですけど、これのね、今日はね、また続きからやっていきたいと思います。でね、ちょっと移動ができないんで、ここに移動しようかな。はい。とにかくめちゃくちゃ切れてるから、本当に。もうとんでもないですよ。もうね、なんていうの？もう母は、強し、強しってレベルじゃないな。母は、あ、これなんか色変えれるのかな？クロードの鎧を変えれますかね。さあ、新しい品を用意いたしました。できないかな。クロード、これは？あ、できましたね。黒が映えるお方だ。弓装備。あ、弓も半球だけ色が変えれると。夕闇の化身が太刀を携えているようだ。また来よう。よし。クロードのこのね、赤い今色になったんですけど、これクリアしてね、赤い色になったんですけど、よいしょ。ちょっとこれ色変えてみましょうか。あれ、これ、俺さ、これ手に入れたのかな？ちょっと一回変えてみていいですか？多分ね、鎧設定、あ、でも装具を変更って書いてあるんで、いや、装具じゃない。これはあれですね。見た目を変えていくと。一番軽くしてるんですよね。これかな？あ、これを手に入れたんだ。黒。あ、かっこいいじゃないですか。いいですね。真っ黒。なかなか。これじゃ、頬当ても変えましょうか。何がいいかな。色が合うのがいいんですよね。前回までこのカイジみたいなのつけてたんですけど、なんかちょっともうそろそろ飽きてきたんで。うん。どう見てもカイジですもんね。これでしょうか。クロード。あれ？これは変えられないの？面は。これはなんか色変えられないですね。これも黒くできたらよかったんだけどな。あれ？変わんなかったぞ。あ、鉢巻きはあるんだ。鉢巻きはあるけど、これは色このままなんだ。まあいいか。なんかまあ面白みがないけど、この色でいきます。ほんで、じゃあまさこちゃんのとこ行きましょうか。まさこちゃんはここですね。はい。で、なんかね、何をしたの？パッドがね、なんかね、壊れてまして、ずっとこれ、もう、この対馬シリーズ通して言ってるんですけど、なんかその、壊れてるのが面白いくて、これをやらされてたんですけど、まあ面白いんでそのままやってくださいみたいなことを言われてはいたんですけど、なんか全然ね、その人がコメントくれてたんですけど、もう全然コメントないので、ね、もう多分見てないんだろうな。その壊れたパッドでやった方が面白いですって言われた結果、それでやってたんですけど、その人なんかもうコメント来ないんで、もう多分ね、それで頑張ってやってきてるんだけど、多分見てないんだろうなと思って。あ、こんにちは。あれ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ちょっとごめん。何をしたん？はい。あ、やられた。ちょっと待って。アングが出なかったんだが。俺、アング今何装備してたんだろう。まあ、こういうこともありますね。こういうこともあると。はい。そういうこともある。ちょ、アング何装備してたんだ？マジで。ん？あ、アングなかったのね。なるほどね。はいはい、OK です。なんかね、不意に久々に始めると、なんかどこまでやったか
クロードキタンっていうね、あのマルチプレイモードばっかやってるんで普段だからあのジンの操作の方、ジンの操作でちょっと違うんですよね。実は若干違う。これね、対馬やったことある人だったら分かるんですけど、微妙に違うんですよね。クロードキタンの方がね、ちょっと省略されてて案外操作しやすくなってるんですよね。だからなんか操作の仕方がね、まあ言い訳なんです、すいません、ごめんなさいさあ、雅子ちゃんとも行きましょう。合いますね。怒ってますね、まだ相変わらず。もうね、すぐ怒ってるから。怒ってるからすぐ見つかりますよ。はい、どこでしょうか。あれ、雅子ちゃんはこれかな。あれ、坊さんがいるけど雅子ちゃんいないね。酒井様、お見苦しい。あ、いたいたいた、あそこにいる。すげえ遠くに行っちゃったよ。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、うん、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めよ。前回を見てください。梶原っていうね、人がね、何も隠してないのだな。こたびは、まあ、裏切り者の一人だったってことですね。見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。まあとにかく雅子ちゃんは村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。ではまあとにかく復讐のために、まあもう躍起になっていると。盗っ人、まあ、とにかく躍起になってるんですよね。もうまああのまあ裏切り者からこいつぐらいだったらもう切っちゃいますね、彼女は。なんかもしかしたらちょっと怪しいんじゃないか、こいつぐらいのやつは切っちゃうぐらいの、そういう人です。この人ですね。まあ、どんな感じか、もう喋れば分かりますけど。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった、盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。お、珍しい。力を借りよう。なれど。珍しいな。詮索はしてくれるの。まあ口出しはすると。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。なるほど。ついてこい。はい、かしこまりました。もうね、これ言うこと聞いた方がいいから。言うこと聞こう。行きましょう、雅子ちゃん。お供し出します。もうね、これね、全部言うこと聞いた方がいいですよ。こういう、皆さん、こういう女性には、基本言うことを聞く男は、もうこれにつきます。はい。下手にね、なんか自分の意見を言った日には、盗人とは何者ですか。1言ったら10返ってきますからね、皆さん、気をつけてください。はい。貴重品や家宝をまんまと盗み寄ったお方。なんなら叩かれますからね、顔をね。気をつけてくださいね。我が家のかつての次女だ。3年前。盗みの現場を抑えられ、はい、夫を怒らせてな。なるほど。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。なるほど。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。はいはい。裏切られ傷ついたのは私だ。なるほど。まあ手癖の悪い人がいると。浪人もいます。前という女の子が。ひそやかに近づきましょう。なるほど。まさかじゃあひそやかだよ。マジでマジでひそやかにお願いしますよ。この人ね、本当にひそやかにね。はいはい。いや、いいですね、今回ひそやかですね。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうと。さあ、案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。傘をかぶった浪人たちです。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。宝の在りか。なるほど。愛と話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。うちあの、まあまあいいや、俺は大丈夫だけど。待て、見つかりたいのか。隠れろ。いやいや大丈夫ですよ、任せてください。慣れてるんですよ、クロード来たんで。こんなのもう、こんな日常茶飯事してる。日常茶飯事っていうか、もうデフォルトでこうですよ、クロード来たなんてね。もうこれぐらいまでいっちゃいますよ、これ。なんなら俺のレベル大丈夫ですよ、これぐらいの方が全然大丈夫ね。
こんなもんだから、まさこちゃんビビりすぎだ。珍しいっすね、まさこちゃんこんなビビってるなんて。お、こんなに逃げ腰。新しいですね、こんなんね。もうなんならこれぐらいこう横とかこう平気いっちゃうから、こうやってほら、前通っちゃうし。気を抜いておるんだ。ほら近すぎる。ほら、大丈夫よ。おいよいしょってね、こうね、はい、パツッと一発でいっちゃう。ね、なんならこれ、舞ちゃんの舞いっちゃうから、これ。大丈夫よ。ほら、これぐらいだから、クロード期間経験者とこういうね、さ逆に先導しちゃうぐらい。違う、まさこちゃんそれ見つかってるから、マジ。いや、まさこちゃんそれ、まさこちゃんそれ見つかってるから。いや、マジ見つかってるから、マジそれ。いやいや、人のこと言えねえし。違う、まさこちゃんダメだって。気づかれてるって、それ絶対。絶対気づかれてるって、そんなの。押してたもん、今、体で。おかしいでしょ。あ、これやんの？あ、ちょっといいのか、これ。はい。はい。ちょ、まさこちゃん今絶対気づかれてたもん、今。絶対気づかれてた。いきますよ、まさこちゃん。危ない。おい、まだ探してる？結構あれだね。はい。はい。大丈夫だって。この中にいたら見つからないんだよ。そういう設定なんだよ、このゲームは。ここはちょっとこっち回りに行きましょうか。ね。草をね、この草っていうかね、この。なんだ？ねえ、どうしたこれ。え？ねえ、どういうこと？あ、ちょ、まさこちゃん、もう、何やってんの、もう、すぐだ、もう、ね、もう、すぐだからね。あ、君、ちょっと、はい、こんにちは。よろしく。よろしくね。はい、いいよ。おい。はい、よ、じゃら。さあ、来い。はい、来なさい。せい。いい、はいよ。お、まさこちゃん頑張ってるね。毒があった。あ、もう歌えるのか。お、頑張れ、まさこちゃん。いいぞ。まさこ。おい、やったね、まさこ。さすがまさこちゃん、やっちゃったね。おい、まいちゃん。ジン、まいと話をしたい。お待ちしましょう。よろしく。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。良いか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。正直に言った方がいいぞ。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。おう、この子が正直、この子の命、自分の命を案じてたってことね。ああ、よかった。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。なるほど。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なるほど、手紙が届くだけなんだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思いやっておった。主は宝が壊れていないかどうか。前と私は深く思いやっておいた。どういうこと。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。なるほど。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、
手元に置いておくためか。なんかジンが多分ちょっとさ手で触ってない？自分のものであるような。他の家に渡った。草の感触を確かめ。なんで？草の感触確かめてね。何これ？あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。ちょっと。あ、本当だ、あった。心配だな、あの二人。ちょっとな、まさこちゃんほっとくと危ねえからね。物資、まあ物資なんだろうね、普通にね。はい。お、足立家の笛。季節の移り変わりを祝って、かつて足立まさこが孫と一緒に吹いていた竹笛。なるほど、これが家宝なのか。お、舞ちゃん行っちゃった。舞は？すでに去ったぞ。まあ見えたけどな、去るとこ。ジン、伝えておきたい。実は。皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫がすべて。なれど舞のことも等しく。なるほど。分かっております。この心に偽りはない。ふむ。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。逆にこの雅子ちゃんを欲しがるっていう。時期に見つかります。相当な猛者ですね。豊様でやらねばならぬことがある、うん、お主にも来てほしい、うん、なるほど、豊様に来いと。相当な猛者と見ますね、これはね。このバーサーカー、雅子を欲しがる。よほどの手だれと見ますね。別に雅子ちゃんが悪いんじゃないですよ、正直。まあね、相当強いですからね、普通に考えてね。じゃあこのまま、今日はもう一個いっちゃいましょうか。いました。ジン、こっちだ、来い。いました。来い。まさこ、まさいですね。まさこ殿、いつからいらっしゃるのです。何、来たばかりだ。お休みください。よかった。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。そうですか、かしこまりました。ここで大村という男を捕らえれば一歩進める。大村、刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ほう。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。そうだね。なるほど、大村ってとこなんだ。愚者、これ読めたよ。漢字がいつも読めないってね、みんなにね、もうね、もう馬鹿にされるんです。開けた。そんなことないですよ。こっちだ。みんなが教えてくれるんです。こっち、あ、こっちの家。大村はウムギへ向かうと聞いたが、眩しい、消化されそう。いつかは分からん、だから待っておったのだ。ずっとな、成仏しそうだな。なんで触るのこれ。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は。さあな、もう20年も会っておらぬ。20年だいぶ変わるな。館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。太ってるかもしれないし、ハゲてるかもしれないな。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。そんなレベル。雅子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。そんなことあんの。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。息子だから見た目が変わってないんだ。わしは谷へ行く。話したいものがおるな。どうせ自慢話だろ。何を言った、はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。 お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけると良いぞ。なるほど。兄を追え。俺右ってこっち、こいつってこと。こっちのハゲてるっぽい方が俺。オッケー、任せてください。向こうで音がした。やべ、は危ね。この上から行けってことね。はい、失礼しました。めっちゃ見てる。はい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 。恩知らずの弟め、恩知らずの弟め、汚れ仕事を手伝おうとせ。
だが俺が金を得たらどうせ整備に行くんだろうな。なるほど。まあ弟にあんまり強く言えない兄ちゃんみたいな感じ。はい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 。まだ先へ行くのかな、こっち行くかな。よいしょよいしょ。ここか。ここで上から追っかけていくと。よし。はい。ほい。ほい。OK。どこへ行くんだろう。しっこじゃねえの、このパターン。父上、家族の敵は撃ったぞ。お、お墓か。ジジイもその一族もこの世から消えた。あ、やっぱり一枚噛んでるな。は気に入らんようだが、あいつは足立家の仕打ちを何も覚えちゃいないからな。なるほど。もうすぐ大金が手に入るんだ。ほう。奴らに奪われた金の千倍以上だぞ。誰かにやっぱ頼まれてんだな。とっ捕まえた方が早そうだけどな。さて、これはもう後ろから行くしかないのかな。自分の子だろう。当然だよな。お前は何も分かっちゃない。さあ、やっぱりまあ一枚噛んでるの間違いなさそうですね。この兄弟もね。足立家って言ってましたからね。足が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。もうあんまりあれですね、金を使うことにあまり計画性がないですね。こういうタイプは金持ちには絶対なれません。向こうで音がした。うわわわわわわわ、うっしゃ。オッケー。早いな、これ上行った方が早そうですね。上行きましょうか。多分バレそうですねこれ。よっ、よいしょよいしょよいしょ。はいはいはい。どうせ早くしないと見失ったみたいになるから。ほい、しゅ、よっ、よいしょ。こっちかな。よし、はい、はい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 。お、なんかやってるな。ほい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 と。どこだあれか。なんかやってるな。何様のつもりだ。ここはウムギだぞ。一応自分が牛耳ってる感じでいると。さあどこへ向かうのかな。ほう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 。ずいぶん行くね。よいしょ。政子殿を探そう。ほう。あ、いたいたいた。めっちゃ分かりやすいとこにいたわ。よいしょ。まさこちゃん。ジン、こっちだ。分かってますよ。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで、うん。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。黒幕か、ついに。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。OK です。ああ、またこれ一人まさこちゃんの犠牲者が。出てしまいますね。さあ、俺は降りる。こっから聞こえるんだ。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、元から酒好きだった。この島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよ。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。大丈夫ですよ。まさこちゃんステルス苦手だね。クロドキタンの、キタンの語り部へ来ちゃったよ。そいつとはどこで、浜に来るよう言ってやる。さあ、奴ら二つ返事で、家来を連れてこないとさ。兄さんはよく正気でいられるな。なんか騙されてそうだな、こいつらもな。そんな気がしない。武具を流しただけだからな。畜生、雅子は生き延びたと聞いたぞ。だからどうした。あのババアに何ができる。ババアとか言うな。おい、やばいぞ。引き抜いてやる。あの技を引き抜いてやる。ちょっと雅子ちゃん抑えてね。本当に切れるから、すぐ本当に
ほんと切れるから。よいしょ。近づけるぞ。大丈夫ですよ。任せてください。得意なんですよ、こういうの。ほんとに。いただき。そしてこっちも。ついでにいただき。よし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 。隠れられるぞ。念のため連れてきたんだろうさ。うわわわわ、いっぱいいるぞ。侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを見届けましょう。さあどうする。何かおかしいさ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおもらか答え。なあ、俺ですよ。それで金はここにある。ほら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 、おれ、私の獲物を。ほら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 行っちゃったよほら、だから言ったじゃん。じゃあな、なんだって、なんですって。おお、ほい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 、残念でした。この野郎逃げやがった。寝ろ、まとこちゃん、頑張れ。罪があると聞きました。この野郎。私は賊のムクロを調べてみます。はい、ダメだったな。戦いを打った罰だ。お、来た。大村についての文。ウムギの入り江で大村という男に会うだろう。この男を私が脅迫している。殺せ。今すぐには払えぬが、人が終わり次第礼を払おう。なるほど。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。なるほど。報酬についての文。脅しは不要。沈黙を守ればウムギに謝礼を届ける。その時感謝とともに十分な礼を致す。なるほど。これがこんなんで大金が手に入ると思ったの。あいつ罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。なるほど。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。ふむふむ。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。休んでください。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなど折れぬわ必ずや捕らえてやるぞ。まさこちゃん休みないっすね。こういう上司の下につくと、なんかあの仕事くんのも早いじゃないですか。だから大変なんだよね。この人より早く行かなきゃいけないのかなとか、同じぐらいに行かなきゃいけないのかなって、ね、下が気使っちゃうんでね。ぜひまさこちゃん休んでくださいということでね、ゴーストオブツシマでした。まさこちゃんのショー長いですね。まあ、次回もね、まさこちゃんショーをやっていきたいと思うんですけど、まあ、これ黒幕は何なんだろうね。まあ、金のために足立家を潰したという、まあ一番切れそうなネタで終わってますけど、まあそれは分かりません。ほんじゃお疲れ様でした。またね。こいつら敵じゃないんだよね、正直ね。敵っぽいんだけど、まあ、いいやつらもいると。はい。おお、本当にいる。